みなさん、こんにちは。こんにちは。絶賛、ちょっと風邪をひいてしまってるんですよ。こんな時期、コロナも流行ってるじゃないですか、今ね。7万人だって、私が思うに、コロナっていう感染症だと思わせて、私みたいな、ちょっと頭が働いてない人に、コロナなんじゃないかって不安にさせて、PCR やらせて、超迅速検査で1万円も払って、1万円も払ったのに、1万5千円だ。1万5千円も払ったのに、当日に結果来なくて、なんでやねんって思ってたら、ショートメールで結果届くはずが、電話番号入れ間違えてて、結局次の朝に結果知ったから1万円の人と同じ時間に知るっていう被害に遭う人が増えるってことですよ。で結局ね、陰性でしょ。ほら、そういうことになるじゃんね。そうやってコロナかもしれない、オミクロンかもしれない、デルタかもしれないみたいな、なんかそういう風にさ、結局さ、みんなに思わせるっていう、こういう魂胆なわけですよ、コロナってやつは。だからそういうことで、今日はどういう動画を撮っていくかっていうとね、私が普段風邪をひいた時に作る、みんなも知ってるあれを作るよ。名付けてトマト缶を鍋に入れて、その中にいっぱい野菜を入れたら、みんな全部おいしくビタミンもミネラルも全部取れるよね。しかも終わった後におうどんかご飯も入れてリゾットとかもできるしっていうやつを作っていこうと思います。しかも今日はなんと人生で初めて芽キャベツというものを買ってみました。いやー、こんなの私高級イタリアン料理店とかでしか出るイメージない。しかも今日はなんと普段絶対買わないパプリカ、花が咲いたらも買ってきました。しかも赤と黄色両方買ってきました。あとナスと、まあ、その辺の鶏肉。あ、こっちの方がいいかも。あんまり、明るいところがあんまり好きじゃなくて、普段暗い部屋で作ってるんですけど、とりあえずこの、なんでもいい。もうこのカットトマトとか、トマト缶、安いトマト缶で、この中のエキスがもったいないから、これにお湯を入れて、この中にあるエキスももったいないから全部入れます。この中に、まあ、なんとなく缶なんですけど、まあ、このガラスープ、鶏ガラスープ、なんかそういう感じのやつを、まあ、私は、シャン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 ぐらい入れます。入れましたら、お鍋に火をつけて、このシャン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 したお水も、もう全部入れます。私は鶏肉から入れます。鶏肉は多分時間かかるんで。まあね、皆さん、ただこんなん作っとるだけじゃどうせまた最後まで見ないでしょ。私はそう思って事前にインスタグラムの方で募集した質問やり何やりいろいろに答えていこうと思います。1個目、普段の練習風景が見たいです。確かに。でも問題点の一つとして、私が完璧主義者っていうのがあるんですよ。時たまの練習風景見出してると思うんですけど、自分の中で未完成だと思ってるものをなんか公の場に出すことに結構自分自身抵抗があるんですよね。自分の中であまりその練習のパフォーマンスが良くなかったりとかしたら、あんまり出したくないなっていうのがあるんで、やっぱりその普段の練習動画っていうのは出せてないっていうのが、まあ、正直理由の一つとしてあるので、そういう意味では皆さんに申し訳ないなとは思うんですけど、秋田選手のかっこいいサーブが大好きなので動画で教えていただきたいです。ほら、もうこうやって言われちゃうとさ、もうやっぱり私ももう舞い上がっちゃうよね。公式では場所によって155センチって書いてあるみたいなんですけど、まあ、公式身長158いかないようで157なので、その157センチの私がまあ公式記録183キロ ?4 キロ ?2 キロ?ちょっとなんか180ちょっと超えたよねぐらいだったと思うんで、入ったサーブで。あ、パプリカは、パプリカ、花が咲いたらは、角切りみたいな、なんか細かい切りみたいな風にします。なぜなら噛むのがすごくめんどくさいっていうのと、細かく切ることで、胃の消化、胃への負担を少し減らすっていう
こういう2つの効果があるわけです。話戻るんですけど、そうやって言っていただけるのはすごく光栄なので、そうね、私が気をつけてるっていうこの目線で、もしよければ皆さんのねヘルプになったらいいなと思うので、ちょっとそういう動画もねちょっと考えたいなと思います。これは一般人にできないだろうって自慢するアスリートの映像なんでも。なるほどね。うちのチャンネルにレギュラー出演してる高田っていうのがいまして、高田真央さんそういうの結構得意なんですよ。なのでちょっと彼にねいろんなスーパーショット技をちょっとね出してもらってこようかなと思いますね。絶対やったわこれ。パプリカ絶対半分でよかった。もったいな。半分黄色半分赤にすればよかった。黄色はちょっともったいないからやめときます。大丈夫ですか？何でも見るから元気出して。あこれくれたのはみんなも大好きなあなたになぎちゃんです。こうやってさ言ってくるじゃん。もうさめっちゃいい子なんですよ本当に。まあ、テニス界さ、まあすごいここだけの話、本当にはぁみたいな性格の人もまあいるんですけどお前が言うなってやっぱね、なぎはねめちゃめちゃいい子、めちゃめちゃいい子。アメリカで一緒に過ごすことが多かったんですけど、アメリカって PCR を受ける場所が結構限られてて、しかも結果がなんかそんなすぐ来ないんですよ。だからなんか結構時間待ちとか言って PCR 受けられないかもしれなかった、なんかどうなるか分かんないねみたいな感じで、でナギはアナホってブラジルまで行ってみたでお願いしますとか言って、加藤美優から来ましたマジふざけてるわ。ほんと美優はね、なんか私がこれを言っていいのか分かんないけど、マジで本当にめちゃめちゃ勘違いされやすい子なんだなっていうのを去年知って、美優に対してどういう印象があったとかっていうんじゃないけど、なんか私が思ってたよりもなんかめちゃめちゃなんかこうまっすぐで、もうここまで本音で言っていいのか分かんないけど、なんか表現の仕方が時たまやっちゃってんなみたいな時はあるけど、でもなんかそれがイコール人間性じゃないんだなみたいな、まあそれはそうなんだけど、分かってる人は分かってるんだろうけど、なんか私はそれをまあ間近で見れてすごい去年は良かったなっていうの。理学療法士を目指してます。将来雇ってください。うわー、理学療法士か。すごいな。すごい大変そう。いや、雇いたい、マジで。なんかもうそんなさ、雇うぐらいのお金もさ、だからさ、稼がないといけないね、私も。恋愛事情もし、そのよろしければ。恋愛事情、私の需要ないよ、絶対ない需要。5-2 とか5-3からよくまくられて負けてしまいます。あと1ゲーム取り切るメンタルを教えてください。5-2 とか5-3まで来てるってことは、まあ、そのある程度いい流れで5-2とか5-3まで行ってる可能性もあるわけじゃないですか。なかなか噛み合わなくての5-2-5-3もあると思うんだけど、まあ、メンタルが安定してての5-2-5-3ってことはいい形で5-2-5-3まで持っていけてるってことだから、そこで5-2だ5-3だとか言って身構えることで余計なんか肩に力入るから、それはそれで良くないと思うし、逆にあんまり噛み合ってないけど相手の方がより噛み合ってなくての5-2-5-3って時もあると思うから、それはそういう時はそういう時で身構えるかもしれないんだけど、その日の自分のメンタルの状況をちゃんと分かってるかっていうのが一番じゃないかな。なんか客観的に自分のことをちゃんと見てさ、最後あ5-2になった時に、あちょっと今日朝からちょっと弱気だなとか、強気だったら多分朝から強気だったら今日はいける今日はやれるみたいな、わかんないけど、朝からポジティブだったらさ多分5-2とか5-3でもうまくやれるだろうし、取られてもいやいける大丈夫みたいな風に多分なるんだろうけど、こうもし自分のメンタルが客観的に見た時にちょっと弱気だったりネガティブになってるんだったらファイトするしかないね。ちょっと声出して自分を鼓舞し続けるしかないし、その一個一個にその目の前のこと、自分ができることにちゃんと集中できるのか。だから1ゲームを取り切るって1ゲーム急に取り切れないわけだから、
4点が重なっての1ゲームなわけだから、だからその目の前の1点を取るためにじゃあどうするのかっていう風に考える、まあ、そもそも強気でいこう弱気でいこうって考えてる時点で良くないのかも。取るために、取り切るためにどうするのかでちゃんと理論立てて考えるのが必要なんじゃないかなと思う。机の上で勉強しとるみたいにすごい考えると体って固まっちゃうから、そういう意味じゃなくて自分のプレーの質とボールの質が下がらん程度に考えれるかっていう。たまにね混ぜるといいです。オフの時は何してるの？オフの時は最近は本当にもうめちゃめちゃ廃人になってて、もう廃人すぎてニートみたいな感じになってますね。一日中寝たり気づいたら夕方みたいな。なんか20代前半の時は結構よくそういう生活が多くて、なんか一日中 YouTube 見てたらなんか一日終わったみたいな。でも最近は結構外出することもすごい多くなって、江ノ島行ったり鎌倉行ったり滝行ったり、なんかそういうちょっと外にアクティブに、陰キャが外に出てみたみたいな感じになってますかね。最近ハマっていることは Amazon の欲しいものリストを私公開させていただいてて、公開してほしいって言われたことがあって、で公開させていただいた時にその定期的にね欲しいものを公開するようにしてるんですけど、そこでその 100% レモン汁とマヌカハニーをいただいたんですよ、欲しいものリストで。ありがとうございます。そのレモン 100% レモン汁と蜂蜜とお湯を混ぜて朝晩飲むのに今ハマってて、そこで結構いいビタミンが取れてるんじゃないかな、栄養が取れてるんじゃないかなって思ってて、だから最近コーヒーを飲まずに朝晩それで終わっちゃうこととかもあって、めちゃめちゃコーヒー人間だったんですけど、よし切るか。最後に私はいつもブラックペッパーを入れます。あんまり好きじゃなかったんだけど、どれくらいかっていうとシャン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 ぐらいです。マイ本玉から来てるんですけど、これは、答えられませんこいつは知ってて送ってきてます。なんてやつだ、来ないな感じです。じゃあ質問に全部答えたら食べようかなって思います。マイ本玉はね、もうなんか皆さんが想像してる通りコツ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 、もうコツコツのなんていうのかな、もうコツコツっていう音が本人から聞こえてくるんじゃないかなっていうぐらいコツコツ人間なんですよ。去年まあ女子の日本人のテニス選手で言ったら、まあ一番フィーバーしたんじゃないかなって言ってもおかしくないぐらい、まあめちゃめちゃフィーバーしたじゃないですか。で私はあれをもう本当にフィーバーだと思ってなくて、去年から一緒に練習させてもらうこともあって、間近でもう舞ちゃんの練習に対する姿勢だったり、まあ、トレーニングだったりっていうのを見てたら、なんかあの結果に対してなんかその驚きがないっていうか、まあ、そういう意味ではなんかその私もすごくいい刺激をもらってるっていうか、舞ちゃんとはねその定期的にこれからもね練習させてもらえたら嬉しいなって思うんですけどね。冬ボール硬くて打ちにくいのとか、太陽眩しいの、太陽眩しい時のサーブとか悩む。そんな冬ボール硬い時はなんか一生なあ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 ってやってミニテニスちょっと長めにやってボールを温める。太陽眩しい時はもう眩しすぎたらもうなんかテニスの王子様のあれ誰だっけ、誰かぐらいのこうクイックサーブヒュンって言ってやったりしますけど、私名古屋いるんで一緒に練習しましょうよ。これはね私のもう本当にめちゃめちゃ少ない、数少ないテニス界の男友達ですね。一本全部ユーバーについて語ってほしいです。いやもうなんかその動画あげようと思うんだけど、本当に最近ウーバー聞いてなくて、その聞いてない理由ってのもなんかあるんですけど、なんで聞いてないかっていうとめっちゃ情緒不安定になるんですよ。なんかもうメッセージ性が強すぎて、普段聞くともうなんか感情がもう
ってこう上がってきて、いい意味なんだけど情緒が不安定になっちゃう。そのいろんなことあったなとか、よしやれるぞとか、なんかすごい状態、もうなんかだからその自分の精神状態がもうある程度安定してる時じゃないと本当に運は聞けなくなってきてて、強い芯の作り方をお願いします。職場の後輩のメンタルがお豆腐でして。豆腐メンタルか。でも私ももう多分テニス向いてないんじゃないかぐらい豆腐メンタルでやばいんですよ。本当に人間関係がもう不得意すぎて、なんかテニスやっとる分には別にいいんですけど、あのね、人間関係でのねメンタルに関して私もお豆腐だから、なんかそんないいアドバイスっていうか、そのなんか話ができるかわからないんですけど、強いシーンの作り方は、作り方って言われると難しいけど、なんか日々目標をなんか毎日作って達成するっていうのを繰り返していったらいいんじゃないかなって思ってて、アイデンティティみたいなもんだよね。私はこうみたいなね、そういうのって昔からの性格とか育ち方っていうのもあると思うから、なんか今どうこう、その周りができることじゃない、本人の意思の問題だと思うから少し難しいかなって思うんだけど、その一つなんか本人に、後輩さんに何か言えるとしたら、なんか毎日自分が達成できるちっちゃい目標でいいから、なんか毎日少しずつなんか目標を立てて達成してって言ってやってったらどうみたいな、それがね強い心につながるかわからないんですけど、何の目的もなく過ごしてる人にそういう心みたいなのがないような共通がなんか自分の中であるような気がするから、どうでしょうか。あ、これ最後、今年の目標は、今年の目標、あんまり公言するのもともと好きじゃなくて言うようにはしてるんですけど、去年は言ったと思うんだよね。去年は言ったと思うんだけど、今年は言わない。明確な目標あるんですけど、目標シートも作ったんですけど、今年は言わないで、年末にね、言う。約束します。約束げんまん、嘘ついたら針千本飲まない。とりあえず12月の終わりに、まあ、覚えてたら目標はこうだったんですけど達成できませんでした、達成できませんでした、目標はこうだったんですけどやっぱり達成できましたみたいなね、あの目標シートに書いてあるから、なんかそれを見せながらこう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 でしたみたいなね動画をね上げようと思うから、しばし12ヶ月お待ちを。このお鍋ももしかしたら冷めてしまうかもしれないので、そろそろ食事に行きたいなと思います。それでは皆さん、また来週、再来週、いつか1ヶ月後2ヶ月後かもしれない私の動画をお待ちを。バイバイ。